さあマリオ、この赤い道をたどって次のペンキスターを探しに行こう。基本的にペンキスターっていうのをね、回収していく旅になるんだけど。なんか怪しい家があるね。あ、でも一応ちょっと直していこうか。なんかありそうだもんね、これね。あれ、なんか直したつもりなんだけど何も起こんない。あ、後ろに回ることができて、あ、ここも塗ってなかったのか。あ、なるほど、そういうことね。何も起こんねえじゃんと思ったんだけど。イエーイ、めっちゃアイテム回収できる。さあ次行こう。ペンキ泥棒、出没注意痴漢注意みたいな感じだね、これね。あ、ほんとだ、リトルペンキスターで。でもなんかちょっと様子がおかしくない、なんか欠けてるような色が、なんかちょっとおかしいような気がするけど、大丈夫かこれ。あれ、リトルペンキスターが飛んでいかないよ。調子が悪いのかな。色が抜けてんだもんね。おお、なんじゃこりゃ、見て見て、色抜けしてる。あ、あいつが色を吸ったのか。逃げていったよ。めっちゃ挑発してたな今。逃げたぞ、早く捕まえてペンキスターを元に戻させよう。これじゃダメなんだ、このマリオのこのね、このハンマーで色を直すってダメなんだ。なんだなんだ、行列ができてる。あ、違う、こいつら普通に買い物に来てるやつらだ。無視していこう。あ、こいつだね。どこ逃げてた。あ、これ辿っていけばいいのかな。あ、でもこれいけないよね。あ、これダメか。ダメだな。迂回するか、こっちだ。あ、これ違う、こいつだよね、ペンキ泥棒。くっついてるだけだよね。バレちゃいましたね。もう逃げも隠れもいたしません。本当に反省してます。盗んだペンキも戻します。長いものには巻かれろってまさにこのことですね。さあさあ、ペンキスターまで戻りましょう。お先へどうぞどうぞ。絶対なんか企んでるよねこれ、あ、ここを引っ張るのか。お、さっきのカフェ並んでた人たちみんな買えたんだね。それではこれから釣っちゃったリトルペンキスターを元に戻したいと思います。そこで見ていてくださいね。動いたらダメですよ。私逃げちゃう早くやれよもう。お、でも本当に元に戻してくれたね。なんか企んでんのかなと思ったんだけど。ほら、治りました。これでいいんですよね。なんで逆ギレしてんだよ、お前が。さて、この度は私も深く反省したことですし、ここは一つマリオさんも長いものに巻かれてみては。あ、なんかあんのか。あ、そういうことか。うわ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 、やばい、本当に長いものに巻かれちゃう。うわ、上から降ってくんだ。あ、さっきのあのカフェ飲んでたやつがいない。あいつらだったのか。ちょっとこれさ、あれじゃ避けきれないよ。先行けないじゃん。
うわー、ベニーロードが丸ごとめくれちゃった。私のカフェもあんな高いところに。めくれた端っこが地面にぴったりくっついてますね。こっちから叩いても無理そうです。本当だ、あのテープが貼ってあるね。じゃあこっちか、こっちから叩いてもダメってことは、あ、なるほど、こうか。さあ、ちょっと回り込んできたけど、で、ここで引っ張るじゃない？剥がすか。あ、なるほど、これで叩くんじゃないかな。私のカフェとお客さん無事ですかって言って行っちゃったね。一応兵法のことを気にしてるんだ。あ、マリオさん、いいところに。いいお客さんだったお面の人たちがあんな悪さをしていたなんてどうしても許せなくて、懲らしめようと頑張ってるんですが、私一人ではどうにもなりません。なるほど、そこで私が飛び上がるタイミングに合わせて一緒に懲らしめてくれませんか。だって、一緒にジャンプするってこと？あ、難しいな。あ、でもこれでもいいんじゃない？あ、そうか。オッケー。さあ、これでクリアだ。これ全部で何ステージあんのかな。じゃあ次回はここ行こうか。赤ミルコ。